この前酔っ払いがね、落とし物だよ。私はここで大丈夫です。家まで送るよ。いえ、寄るところがあるので。お先に失礼します。疲れた。会社の飲み会、これが良くない。早く帰りたいのに。なんなら帰れなくてもいいから会社で仕事をしていたい。これってセクハラになっちゃうじゃねえんだよ。ふざけんな。送ってくよじゃねえんだよ。この静けさは飲み会の利点と言えるかな。あそこまだやってるかな。眠れないのかい。もっと声出していいんだよ。この疲れを取ってもらおう。いらっしゃいませ。どうぞお入りください。やってくれたらご褒美にまたチューしてあげるからね。遅いな。始めますか、マッサージコース。やたら待たせたと思ったら変なテンションで出てきた。すごく不安。断じてそういうわけではないと言っておこう。ご褒美にナズナちゃんのチューを期待して添い寝屋をしているわけではないと。痛くないですか？はい。もっと強くてもいいですよ。え？はい。結構本気出してたのに。コウ君の取り分だけどさ、4000円の半分、2000円でどう？お給料の2000円、これがでかい！だって大金だもん。ナズナちゃんに遊ぶ金、全部払わせるのも悪いしね。欲しいのは金、決して単純なチューなどという俗な理由で添い寝屋代行をしているわけではない。ま、ナズナちゃんは勘違いしているだろうけどね。ナズナちゃんは節だらでアバズレだからな。まったく困ったものだよ本当に。すみません、失礼だったら申し訳ないんですけど。はい。ずいぶんお若く見えますけど、おいくつか聞いても。14です。あ、ちょっと起き上がってもらっていいですか？あ、はい。次は。あ？え ?14! え？はい。中学生？あ、中2になりました。中2。私、中学生の時に働いたことなんてないよ。俺も今日が初めてです。え？複雑な事情でもあるのかな。今のは言わない方が良かったかな。どうして働いてるの？どうしてというと、お金が欲しいから。中ではない。やっぱり複雑なのかな。あとはそうですね、やりたいことがあるんです。やりたいことって？俺、不登校で体力使わなくなって、眠れなくなって、何を思ったのか夜中に初めて一人で外に出たんですね。何なんでしょうねあれ。いつも歩いている道なのに夜ってだけで妙にワクワクするんですよね。この気持ちをなくさないでいたい。夜を楽しみたい。ちょっとうまく言えたかわからないんですけど、こういう感じです。この辺
そんなに都会でもないから車も多くないし、道のど真ん中歩いちゃったりね。そうそう、自由って感じしますよね。大きい声で歌っちゃったりね。思ったより近くに人がいて恥ずかしいやつね。私も君くらいの年の時同じことを思ったよ。もう10年も前になっちゃうな。初めて夜に外出してコンビニで肉まんとお茶買って、自分だけの場所みたいな感覚ずっと忘れてたな。私の名前って、ああ、ナズ、店長から聞いてます。白川さんですよね。俺はヤモリコウと言います。ヤモリ君はどうして学校に行かなくなったの？つまんなくなったからです。あ、じゃあ次はお手手出してくださいね。お手手？俺こう見えてまあまあ優等生だったんですけど、まあなんか疲れちゃったんでしょうね。優等生がすごい落ち方だね、こんな夜中に。私もね、ちょっと疲れちゃったんだ。それでこの添い寝屋に？うん、仕事そのものは楽しいの。でも仕事って一人じゃできないから、上司とか同僚とか、楽しそうにしなきゃいけないとか、面白くなくても笑わなきゃいけないとか。え、あの、ずっと忘れてた、こんなの。お、お、やだ。神様の願いも受けたくないよ。上司だ、会社に戻らなきゃ。え、ごめん、いつもこういう時間に呼び出すから行かないと怒られるし。ありがとう、ここまででいいよ。いいのか、行かせて。いや、本人が行くって言ってんだから。そもそも途中で帰らせちゃったら給料とかもらえないんじゃ。いや違う、そんなことじゃない。俺だ、この人は俺だ、俺と同じなんだ。ヤモリ君、ちょっとだけ外してもらって。ダメだ、行かせない。あんたにはここで眠ってもらう。マッサージはまだ終わっていない。でも、あんたには洋服貸しをしてもらう。なすなちゃん！何？なんでドアを押さえてんの？ナズナちゃんに頼みがある。この人を会社に行かせるな！なんで？いいから！まあいいか、会社に行けないようにすればいいんだな。窓開けて、コウ君。はい？えい。ぶん投げたった。方法が雑！え、な、何？大丈夫？大丈夫じゃないでしょ。清澄さん、手荒なことをしてごめんなさい。でもどうしてもあなたを行かせちゃダメだと思った。行かせたくないって思ったから。なんで？泣いてたでしょ。泣くほど嫌なことはやらない方がいいよ。君はまだ子供だからわからないよ。仕事なんだよ、会社なんだよ、学校とは違うんだよ。上司に呼ばれたら行かなきゃいけないんだよ。まともな大人は泣くほど嫌なことでも我慢しなきゃ。おいおい、そんなこと。ナズナちゃん、
俺、吸血鬼になりたいんだ。は？ナズナちゃんは吸血鬼。俺はこの人に吸血鬼にしてもらおうと思ってる。少なくとも人間じゃないのはわかるでしょ。言われた通り、俺は子供で、会社のことも社会のこともわからない。甘い考えで生きてるんだと思う。まともじゃないと思う。でも、こんな時間に呼び出す上司はもっとまともじゃない。2時ですよ、2時。同じまともじゃないなら楽しい方がいいよ。そして吸血鬼はまともじゃなくていいんだ。人間じゃないから。なんて馬鹿げた話だろう。要するに夜遊びしたいから吸血鬼になるって言っているのだ。でも、なんて羨ましい。何それ。君変だよ。もう、はい、なんで笑ってんの。だってそんな理由で吸血鬼って考えぶっ飛びすぎでしょ。そうかな、そうかな。だって言ったじゃないですか、道のど真ん中を歩けるんだ。こんなのやめられるわけないだよな。こんな感じだったな。本当はダメなのに、なんでこんなことが楽しいんだろうね。きっと清澄さんもまともじゃないからですよ。言うね。でもこれを続けることはできないの。大人だからさ。やっぱり会社には行くよ。決まりだし。あとおかげで随分気が楽になったし。慣れたらいいね、吸血鬼。いいな、私も。清澄さん、もし俺が吸血鬼になれたら、俺があなたを吸血鬼にしてあげる。いざとなったら人間をやめられる。そう思ったらもっと楽じゃないかな。お前ずいぶん思い切ったこと言うな。え？なんで？まずコウ君が吸血鬼になれるかだってわかんないのに、あの OL ちゃんをコウ君の眷属にするってことは、その俺に恋する必要があるってことでしょ。恋とか言うな。大丈夫だよ、俺割とモテるし。うわー、キモね。こんばんは。おい、なんか面白い遊び考えろ。権力持った悪い人みたいだな。たまにはコウ君も考えてくれよ。毎日同じだと飽きちまうだろ。カラオケとか。今は歌いたい気分じゃないけど、そうそう、そういうこと。映画。映画ね。ゲーセン。悪くねえけど。ダーツ。スケボー。コウ君やんないだろそれ。マジックだら。ナイトプールとか。おいおい、ナイトプールって。え、すいません。クソ、バイブス上がるやん。ナズナちゃんがパーティーピーポーみたいになった。コウ君天才陽キャかな。え、やったー。こうしちゃいられねえ。バチクソおしゃれに決めてダッシュで行くぞ。俺このジャージしか持ってきてないんだけど。ナイトプールってマジでこんな感じなのかとまず最初に思った。そういえば水着もなんもねえじゃんと思ったのだが、どうやら店で貸してくれるとのことだった。こんな夜も夜遊びもあるのか。大人の世界だ。
同じプールなのに水泳の授業とは全く別の妙に淡い空気が立ち込めている。ナズナちゃんどんな水着なんだろう。楽しみかな。いやでもあの人普段から上着の下は水着みたいなもんやんけ。なんかお得感ないな。ウェーイ、おまたへ。ウェーイ、なーにしけたずらしてんだ。水着じゃないじゃん。え、ちゃんと中に着てるよ。ほら、私飲み物取ってくんね。ここは酒も飲めるんじゃよ。おう。なんならいつもより露出は少ないはずなのに、なんだ、なぜいつもよりエロいんだ。なあなあ、あの子可愛くね。マジだ、クソ。かわお人形みたいな子っているんだね。一人かな。さすがにちげえだろ。すんまへん、ビールください。ナズナちゃんってやっぱり可愛いんだ。前に吸血鬼っていうのは顔がいいもんなんだよって言ってたけど、なんだろう、なんかちょっと変な気持ちだな。人の声が多い。ねえねえねえ、お姉さん、一人？可愛さ半端ない。いやーノーチェンジ。ナンパだ、ね、本当にあるんだナンパって。いやー連れいるから。そうなの？残念。強兵ならできるよ。もっと遊んでよ。まあでもおごってくれんなら考えないこともないかな。え、本当？え、でも連れは？さあ帰っちゃったのかな。そんなことある？でもさ、俺たち本当は怠け者だから。普段ナンパとかしないもんな。そう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 。何のつもりだ。なんなんだよ。だからさ、友達になりたいなーって。うんうん。おっとっと。わりわり、連れいたわ。ごめんね。いるじゃねえかよ、連れ。女一人にしてんじゃねえっつーの。ったく、頑張れよ少年。なあ怒んなって、ちょっとした茶目っ気だろ。コウ君、ナイトプールん？人が多いだけで別に楽しくなかった。ナズナちゃんの他の人から見た印象なんか聞いたって。楽しくないし、人多くて疲れるし。ナズナちゃんと簡単に友達になろうとするのはなんかちょっと嫌だった。コウ君、やっぱりプール入らない？いや俺はいい。下噛むなよ。え？うわっ、うわっ、何？おい！ほら見たまえ、コウ君。プールだぞ。で、うちの学校のプールじゃん。行くぞ。ナズナちゃんに聞けばわかるだろうか。